霊夢です。栂池自然園を回った翌日、八ヶ岳山系の紅葉の名所である白駒池に行きました。JR 小海線松原湖駅付近の交差点を西に向かい、県道480号線から途中で国道299号線に合流、その最高地点に麦草峠があります。白駒池の駐車場は、麦草峠から数百メートル戻ったところです。早朝の白駒池駐車場。6時過ぎなら、まだ十分な駐車スペースがありました。すぐ横の入り口から山に入っていきます。木道がきれいに整備されており、足元に不安はありません。10分ほど歩いて白駒池に到着。期待した紅葉でしたが、残念ながらそれほど綺麗には思えませんでした。せっかくなので池の周りを一周してみました。木道が整備されていますが、細くて不安定なところもあるので、足元は要注意です。感動的なのは苔の美しさで、まるでもののけ姫の一シーンのようです。ほぼ一周回り切ったところに白駒荘という山小屋があり、そこから先ほど見た紅葉を再び見ることができます。駐車場のところまで戻ってきましたが、時間はまだまだあるので、少し足を伸ばしてみました。少し進んだところに白駒の奥庭というところがあり、そこで写真を撮ってみました。駐車場に戻ってきたのは午前8時過ぎ。1時間と少しの散策でした。すでに駐車場は満車となっており、入りきれない車が数台列をなして停車していました。県道を降りていく途中、八ヶ岳の山々が綺麗に見えました。今回の動画はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。